どうも皆さん、救済系実況者リュウです。さあ本日なんですが、ツインフォトンリザードというモンスターを皆さんはご存知でしょうか。このモンスターです。このモンスターなんとですね、エクシーズ次元のフォトンカード、カイトさんのカードなんですけども、融合モンスターなんですよ。で、効果フォトンと名の付いたモンスター ×2 で出せますと。このカードをリリースし、リリースしたこのカードの融合召喚に使用した融合素材モンスター1組を自分の墓地から特殊召喚するっていう効果持ってるんですけども、今日はですね、このモンスターを救済していきたいと思っておりましてですね、いろいろ考えたし、いろいろやってみたんですけども、こいつね、実はめちゃくちゃ強いということに気づきまして、これどうやって使っていくかっていうと、このフォトンって名のついたモンスター ×2 で出せるんですよ。だから、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン2体で出せるんですね、融合召喚すると。で、こいつをそのギャラクシーアイズ2体で融合召喚した場合、リリースしたらその素材を特殊召喚できるんですよ、どっちも。だからこいつとこいつで融合して、これ出してこれリリースすると、場にね、ギャラクシーアイズがね2体並ぶんですよ。強くない？それ強くない？それだけなんですよね。それに気づきまして私は。で、今日やっていくのは、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを3体並べるっていうデッキを、今日はやっていこうと思います。なんで普通ギャラクシーアイズデッキって、スキル、この銀河、ギャラクシーフォトンっていうスキルじゃないですか。デッキからそのフォトン魔法トラップとかを加えるみたいな効果だと思うんですけども、これね、今回、そんなことをしてると普通のギャラクシーアイズフォトンデッキになっちゃうんで、今日はですね、これを要は出して並べたいだけなんですよ、ギャラクシーアイズを。なので、光の化身ギャラクシーアイズっていうこのスキルにしましてね、このデッキにギャラクシーアイズフォトンドラゴンが1枚追加されますんで、なんとこのデッキギャラクシーアイズフォトンドラゴンが4枚入ることになります。4枚詰めです。ジャッジーっていう4枚入るんで結構手札くるんですよ、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンが。なので手札に来たギャラクシーアイズを普通に融合して、シンプルに融合して、で、これ出してこれリリースしてこれ出していくっていうね、そういうギミックです。で、サーチができないので、そのフォトン魔法トラップとかはこのスキルなんでね、なんでちょっと入れてもあんまり意味ないなと思って、後引きして強いカード、とりあえず魔法トラップの除去から守れる、清掃はあった方がいいと思うんで、清掃、ちょっと枠ないんだけど、あんまり融合入ってっからこのデッキこれギャラクシーアイスとさ融合入ってっからさ、枠ないんだけどさ、枠ないんだけど、気持ち程度の清掃、そしてもうなんかそのあんまりね、その破滅のフォトンストリームとか入れてる場合じゃないんだよね、このデッキ。その破滅のフォトンストリーム打っても結局そのモンスター破壊されるのは変わらないとかあるんで、結構なので、これめぐるで逃げるっていうね、そういうギミックにしました今回は。なので、しかも破滅のフォトンストリームとか、あのカード、これ多分関連カードになるけど、これとかこれカイトさん使ってないんで、めぐるも使ってないけどなので、今日はもうなんかすげえとんがった構築なんですけど、これ救うにはこうせざるを得なかった俺の頭では。早速ですね、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン4積みデッキでね、分からしていきたいと思います。デュベルスタンバイ、めちゃくちゃ弱いけどね。さあ、お相手の方はカイバー社長、相手にとって不足はない。融合欲しい、これめちゃくちゃ融合欲しいな。デッキトップ、これデッキトップ融合だとマジで劇的にやばいこと起きるんですけど、デッキテップ融合だと、出して、あ、なるほど、メタファイズね。めぐる、融合が良かった。融合だとこれね、3体並びましたね、これ。銀画面。何をしてんの、お前はっていう感じですけど。さあ、フォトンリザード召喚。で、フォトンアドバンサーを特殊召喚。そして、フォトンリザードのモンスター効果。フォトンリザードのモンスター効果によって、フォトンバニッシャーを手札に加えていく。そしてフォトンバニッシャーを特殊召喚。フォトンバニッシャーのモンスター効果、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを手札に加える。そしてフォトンモンスター2体でオーバーネットワークを構築。エクシーズ召喚、奇行帝ギャラクシオン、
フォトン、バニッシャーを素材にしていると相手のモンスターを戦闘破壊すると除外できるぞ。さあバニッシャーじゃなくてギャラクシオンの効果、オーバーレイユニットを2つ使いデッキより現れろ、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン。さあ残儀の用意はできているか、ジャッジこいつギャラクシーアイズデッキに4枚入ってます、どりゃジャッジ現状今4枚ありますからねこれ、ギャラクシーアイズ融合欲しいな、融合めっちゃ欲しいな、融合があると3体並ぶんですけど、メタファイズダイダロス、やべダイダロスはでもこれめぐるすればワンキルできますよねこれね。さあメタファイズはめぐってでギャラクシーアイズシュッ逃がしてでメタファイズダイダロスの打点を下げていく、ウェイ残念でしたね貝橋さん、歩行助手ほやりますね。さあまだまだ耐久してくるってことですか、はい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 、いいですよ、ドロー神ゲーだった、神ゲーだこれ、3体並ぶぞ3体並ぶ、これは3体並ぶ、メタファイズザイダロス OK、 メタファイズザイダロス OK、 メタファイズタイラント、あやばい、ちょい消さないでやめて、くっそ惜しい、いや今3体並んだんですよ本当だったら、マジで分からせるからな、マジで分からせる、いけツインフォトンリザード融合召喚、ツインフォトンリザードのモンスター効果、自身もリリースし融合素材としたモンスターを特殊召喚できる、これがいや今生き残ってて欲しかったバトルフェイズだ、破滅のフォトンストリーム、破滅のフォトンストリーム、くっそ惜しい、さあお相手の方お、サメか、サメかアドバンサーからの、バニッシャーで、バニッシャー効果、まあ、これ3体は並ばないけど2体は並ぶね、こうしてでもうこの2体並ぶだけでも結構ロマンじゃない、俺この盤面結構好きなんだよね、こうするんじゃないですか、ギャラクシオン特殊召喚するんじゃないですか、でギャラクシオンの効果発動、ギャラクシオンの効果オーバーレイユニットを2つ使ってデッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚できる、そしてあちょっと召喚ムービー見ます、この召喚ムービーマジでかっこいい、これちょっと瞳の中の銀河から生まれるからちょっと逆なんだけどね、手順がちょっと逆なんだけども、さあこれで手札からマジックカード融合を発動していく、そう手札に存在するギャラクシーアイズフォトンドラゴンとフィールドに存在するギャラクシーアイズフォトンドラゴンを墓地のクリツインフォトンリザード融合召喚、お前誰やねん、お前誰やねんモンスターをリリース、出会って3秒で撤退、いけこれかっこよくないですか、これかっこよくないですか、これマジでかっこいいですよこの盤面、これ本当はね真ん中もギャラクシーアイズだとめちゃくちゃやばいんですけども、さあ上白涼がよどうだ、強いだろう、いやお前も強い、重装兵で1体処理されるって分かった、まあでも魔法トラップが一応あ強それ、その動き強すぎるんだよな、デッキトップ3枚見てディーバーを一番上に持ってきておくみたいなねパターン、マジであれチート行為、さあ伏せ何丸かどうかによるんだよな、あサイレントアングラーもある、なるほどサイレントアングラーもある、サメの領域、ほうサメの領域を発動していく、深淵にするもの OK、 1枚は破壊されるのは確定しましたけども、まあ、これはもうしょうがないですね、これはもうしょうがない、ギャラクシーをもうやられるのはもうしょうがない、これはそこまでは織り込み済み、よし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 、言うて打点では超えられないから相手は OK 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 いいよ OK OK
あ、のフェイズ。あ、そうなの。処理しないんだ。処理しない、処理しないのはどういうことや。このままバトルについておいた。じゃあバトル、あ、バトルできた、ラッキー。バトルできたらもう逃げられるんで、ギャラクシーアイズはもう逃げられるんですよ。なんで普通に戦闘破壊はできると思います。いやー、これはまあ逃げるの確定か。これ逃げるの確定で、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいこれめぐっても一体破壊されるのか。これむずい。清掃打ったらどうなるんだろうね。清掃打って硬滑、硬滑を、あ、分かったわ。清掃打って硬滑回避して、まだバトルフェーズついてるから、そこでチェーンしてくるようだったらめぐるでもいい。ちょっとカード使いすぎ感すごいけど、ちょっと一応清掃打ちじゃないですか。で清掃打ってこっちのギャラクシーアイズ、これ守りたいです。守りたい君のすべてを。あっ、オッケー。なんここでなんかあります。あ、ない。え、これ攻撃できた、ラッキー。攻撃できた、やったぜ。 CN にしたもの、オッケー、オッケー。ギャラクシーアイズフォトンドラゴンの効果、自身を除外して、お前も一緒に飛ぼうぜ。ラ、やっ、神ゲー。プレイングうま、俺うまいのか今の。さあ、ペガジェイ、ジェシーがイッツアトゥーワールド。最高に熱いスキル使ってんじゃねえか。イッツアトゥーワールド、うわ、ブラックオブジェンド、うわ、出た、トゥーンレッドアイズ出てくるやつ、これ出た。最強モンスター来る。これトゥーンレッドアイズも出せるって結構目から鱗ですよね。さあ、トゥーンレッドアイズは手札からトゥーンモンスターを、展開するという効果を持っている。さあ、トゥーンレッドアイズの効果発動していく。手札から 何が出てくるかな。一体全体トゥーンブラックマジシャン、やべ、強え強え、これは強え。普通にトゥーンブラックマシャン、トゥーンの目次、やばい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 、楽器割ってる、相手楽器割ってんだけど、やばいやばい、それは、いや、それはやばい。ちょ、ガンギ割れおじさん、マジやめろよ。トゥーンキングダム、マジでやばいわ。あ、でもハンド強、ハンド強くね、ハンドめっちゃ強いんだけど。ただ、対象取れないんですよキングダムってそうか、でもすごいことするわ。じゃあちょ、マジで見せて今から、いや、やばいことするから。こうするじゃないですか。フィールド上の攻撃力が2000以上のモンスター2体をリリースし、瞳の銀河より現れよ、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン。さらに手札よりマジックカード融合を発動。俺はギャラクシーアイズフォトンドラゴン2体で融合召喚、ツインフォトンリザード、そしてツインフォトンリザードの効果発動。自身をリリースし、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚。出た、この盤面かっこよすぎる。ちょっとトゥーンキングダム、マジで無理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 。このカードずるいだろ。対象にも取れねえし、破壊もされないとかさ、やってること気持ちすぎるだろ。ふざけんなよ、コズミックサイクロン入ってねえんだけどな、この天気やばい、ちょ、飛び越えんのやめろ、人の上飛び越えて攻撃するのやめろ、マジで。戦闘では強いのに、ギャラクシーアイズ俺を助けてくれ、ギャラクシーアイズ。ちょ、飛び越えてくるキモい、あの人たち、ちょ、マジでキモい、やばいモンスター来たやん、やばい、もう手のロールバック、マジでガン決まりすぎ、さすがにガン決まりおじさん、マジやめろよ、飛び越えんな、おい、飛び越えんな俺を。